はいどうも、さかねダブルス日記です。よろしくお願いします。さあ今回なんですけども、ファーストボレをね重点的に、練習した動画をね上げたいと思います。でドクター巨頭現在絶賛怪我中です。まあちょっとねサポーター巻きながらね、できる限り動ける範囲でのね、動作になりますが、皆さんのね力を借りてカバーして、動画をお届けしたいなと思っております。この動画がね良かったと思ったら高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。そしたら見ていきましょう。本編スタート。ファーストボレーとしてまずやっていきたいのは、普通のボレーとやっぱ違うのは、ダブルスでこう攻め込んだ時ってガツンってこうちょっと振っても正直いいと思ってるんだけど、ファーストボレーだけは振らない。だからやってみよう。サーブから前で入ってきたら止めるだけ、止めるっていうのを意識する。もう一回やってみよう。前行っていったら止めるっていうのをめちゃめちゃ意識する。これを振ろうとすると、大体の人は前入ってって振ろうとしたらこうやって抜けちゃう。抜けようとするから、もう絶対に完全に止めに行くっていうのをちょっと強めに打ってみる。こう来て止める。そうするとファーストボレーは硬い。どの場所でもこう動かすんじゃなくても止めるっていうのを意識して、サービスさせてもらって、はい、やろう。はい。さあ、そしたらね、実践の方をどんどん見ていきたいなと思うんですが、ちょっとね、一つ決めてないことがあって、普段ね、こうやって練習をね、してもらうメンバーなんですけども、個人名もね、もちろんあるんですが、また個人名はいろいろ、その都度ね、考えて、言っていきたいなと思うんですけども、まず結構大人数いるので、ドクターチルドレンと呼んでおきます。皆さんのことね、ドクターチルドレンです。で、ファーストボレーのね、練習をしていくんですけども、今回何を目的にやっているのかというと、セカンドサーブで、しっかりと前に入る。これはなぜかというと、まずは再現性を求めたいので、何回も何回も繰り返す能力ですね、を求めたいので、こうやって何回も何回もできるようにセカンドサーブからやってます。で、もう一つキーポイントとして持ちたいのが、ラケット面は絶対止める。まあ、スイングをしてはダメというか、ラケットをセットして、ボールに対して止めに行くっていう意識を持てたら、皆さんいいかなと思っています。意識して今これドクター巨頭ですね。止める。このね、止めるという作業がねめちゃめちゃ重要です。ハーフボレも止める、これですね。もうこれはねすごく重要なんですね。皆さんこれ覚えておいてください。もちろん例えばね、めちゃめちゃ緩かったら、相手のボールがめちゃめちゃリターンが緩かったら、ラケットは動かした方がいいです。でも自分の中でですよ、あ、結構ボールが飛んできたなって思うと、もう完全にラケット面は止めに行った方がいいと思っておいてください。で、あとはねスプリットステップの1なんですが、皆さん見てください。しっかり前入るんですが、一回デッドゾーンでスプリットステップしてますよね。で、これはなぜなのかというと、もちろんね前にサービスラインまで入っていくってことはすごく重要なんですけども、大体間に合わない方多いですよね。僕も間に合わないこと結構あります。
なのでこれは大人になってもレディースでも、一般の方でもベテランの方でもね、男性の方でももちろんあると思います。やっぱ自分のサーブはね打てるんですけども、前に入るスピードがだんだん衰えていきますので、そこをしっかり補う練習をね、やってます。なのでそこら辺をねしっかり要チェックで見といてください。いかがでしたでしょうか。皆さんねこうやって練習するのはね、やっぱもちろん皆さん練習方法っていうのは分かるんですけども、どういう風に練習をしていくのか、まあ言うたら練習の意識ですよね。ここがねすごく難しいなと思います。練習方法はもう皆さん分かると思います。なので今回伝えたいことっていうのは、ファーストボレーに入るために何の練習をするかっていうと、もちろんファーストサーブでね行くことが多いんですが、再現性をまず多くしていきたいので、しっかりとセカンドサーブからやっていくっていうことを皆さんまず覚えてやってみてください。そうするとですね、リターンも打ちやすいので、ファーストボレーする確率がどんどん上がっていきますから、どんどんいい経験もね悪い経験も、できますよと。なので、そういう風にこう、ファーストボレーを多く使っていくっていうのをね、練習してみてください。でおさらいなんですけども、まず一つ、スプリットステップの1はですね、しっかりと、まあ、デッドゾーンでもいいんですよと、サービスエンド、ね、ベースラインの間で全然いいんですよと。これはね皆さん覚えておいてください。もちろんまあ、カッコですけども、間に合う方はサービスラインで OK です。ただ自分が無理してるなと思う方は全然手前でスプリットステップしてください。でボールに対して入り込んでサービスラインまで到達すれば、それでも余裕があるので全然 OK ですよと。でもう一つ大事なことっていうのは、絶対ラケット面を止めるということがすごく重要になってきますので、皆さん覚えておいてください。でこれもカッコなんですが、相手のボールがねすごく緩かったら、もちろんラケットは動かしましょうと。なので、基準値としては自分にとって、あ、この人のボールは結構飛んでくるなっていうところをね、見れたらいいなと思っております。さあいかがでしたでしょうか。ファーストボレーってね永遠の課題だと思ってます。どんだけ馬なってもファーストボレーの質でね全然こう試合の流れとかそういうのが変わってきますので、皆さんぜひ、見て参考にして明日からの練習に役立ててください。そしたら終わりましょう。ご視聴ありがとうございました。